おはようございます。ただいまの出席議員は8名です。定数数に達しておりますので、ただいまから令和4年第4回双葉町議会定例会を開会します。これから本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめお手元に配布した通りです。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第127条の規定により、議長において1番山根達弘君、2番小川隆久君を指名します。日程第2、会期の決定を議題とします。お諮りします。本定例会の会期は11月30日開催の議会運営委員会でご審議をいただき、本日から12月7日までの2日間とすることにご報告をいただきました。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって会期は本日から7日までの2日間に決定いたしました。日程第3、諸般の報告を行います。監査、検査、結果の報告、第13回全国原子力発電所立地議会サミットの報告、双葉地方広域市町村圏組合議会の報告をします。お手元に配布した報告書、議決書の写しを持って報告に変えさせていただきます。ご了承願います。これで諸般の報告を終わります。日程第4、委員長報告を行います。産業構成常任委員会の所管事務調査の報告を行います。産業構成常任委員長山根達弘君、1番山根達弘君。おはようございます。産業構成常任委員会委員長山根達弘です。私より閉会中の所管事務調査を次の通り実施しましたので、会議規則第77条の規定により要点のみ報告いたします。事件名、双葉町内の安全安心な生活環境整備について、その他調査は令和4年10月12日11月8日の2回行いました。調査の内容は当常任委員会の所管である住民生活課より双葉町内の安全安心な生活環境整備について説明をいただき、課題について調査を行いました。調査の結果、防犯灯、上水道などのインフラ整備が不十分であることや、有事の際の初動マニュアルの早期整備、町内クリアアップ作戦などの取り組み、住民との共同推進、夜間の防犯対策の強化などの意見が出されましたので、委員会の報告としまして次の5点を提言いたします。短期的な取り組みとしまして、1、有事の際に重要な地区防災計画の早期完成と訓練の実施及び避難所の設定、災害初動計画が未整備であることから計画の早期策定、訓練の早期実施に向けて取り組むこと、2、老朽化水道インフラの整備計画の着手、
震災前より課題であった老朽化した水道管の改修計画を整備すること、中間的な取り組みとしまして、1、個人・企業等の地域活動参画推進、町内での安心安全な生活を実現するためには、行政組織、町民主体の取り組みも重要であるが、中野地区復興産業拠点に立地する企業との連携も不可欠であり、交流会やボランティア活動、防災講座等の実施について検討。2、住民共同を促進させるための組織づくり、上記の提言の実現に向け、役場関係課の連携強化、体制の構築の検討。3、住民ニーズを把握する情報収集の仕組みづくり、町の生活環境の変化に合わせ、居住者のニーズ把握を早急に進めること。4、継続的な予算確保、安心安全な生活環境整備に必要な予算確保、関係団体への要望活動の実施。以上、要点を申し述べ、報告とします。これから質疑を行います。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これで委員長報告を終わります。日程日程第5、行政報告を行います。町長、伊沢志郎君。町長。おはようございます。令和4年第4回双葉町議会定例会を招集いたしましたところ、議員閣議におかれましては大変お忙しい中ご出席を賜り誠にありがとうございます。9月定例会以降の行政経過についてご報告いたします。9月5日から第15回市町村対抗福島県軟式野球大会が開催されました。双葉町チームは1回戦で金山町チームに快勝し、2回戦では白川市チームと対戦しましたが、惜しくも敗退してしまいましたが、練習が思うようにできない状況でありながら、避難先から選手たちが集まり精一杯プレーされている姿に、スタンドからもたくさんの声援と拍手が送られていました。9月17日、岸田文雄内閣総理大臣が秋葉賢也復興大臣、太田房江経済産業副大臣、内堀雅夫福島県知事とともに来庁され、新庁舎の視察をされた後、町職員との意見交換会が行われ、職員から町の現状や今後の復興への思いを述べさせていただきました。9月23日双葉郡8町村の芸能や物産が楽しめるイベント、双葉ワールド2022 in 双葉が双葉町産業交流センター特設会場において開催されました。会場では町内事業者の方たちも出展した郡内の物販、飲食のコーナー、双葉ふるさとマルシェや子どもたちが体を使って楽しめる双葉子どもパークなどのブースが設けられ、また特設ステージにおいては各町村の芸能発表などが行われ、会場を盛り上げました。各ブースとも多くの人でにぎわいを見せていました。9月26日JR 双葉駅西側に整備中の駅西住宅のうち北エリアで先行整備しました25戸が完成し、入居が決定されている皆さんへの鍵引き渡し式を役場で開催しました。
また鍵引き渡し式終了後には当日出席された皆さんがそれぞれ入居される住宅の内覧と入居される方々の顔合わせが現地で行われました。10月8日第9回市町村対抗福島県ソフトボール大会が相馬紅葉ソフトボール場で開催され、双葉町チームは初戦で会津坂下町と対戦し、最後まで奮闘しましたが残念ながら敗退となりました。前日までの雨によりグラウンドコンディションが悪い中、選手の皆さんは最後まで粘り強くプレーされていました。10月12日、野中敦史農林水産副大臣が来庁され、双葉町の農業の復興等に向けた重点要望として要望書を施行した後、町の現状と農業復興への支援継続などについて懇談が行われました。10月22日、幼稚園・小中学校による合同文化祭、仙壇祭が仮設校舎体育館で開催されました。昨年と同様に会場が密にならないよう、観覧される保護者を入れ替えるなど、新型コロナウイルス感染対策を徹底し、園児・小学生による劇や演奏、中学生は私たちが伝えます、双葉の今と題し、特定復興再生拠点区域の会場ごとなる9月に町内を初めて訪問し、現状についてまとめたものを発表していました。また、小学4年生から中学3年生は、シネハ仙壇太鼓保存会の皆さんからご指導をいただいた仙壇太鼓を披露するなど、日頃の練習の成果を存分に発揮しました。10月26日と27日の2日間、郡山市ビッグアイにおいて、第33回双葉町総合美術展及び第7回双葉町民作品展覧会が開催され、町民の皆さんが制作された多くの作品と、友好町である京丹波町の方が作成した作品を展示しました。両日ともたくさんの方にお越しいただき、出展された作品をゆっくりとご覧いただきました。11月5日、双葉町産業交流センターにおいて、双葉町合併70周年記念式典を挙行いたしました。昭和26年4月1日に旧新山町と旧長塚村が合併し、昨年度合併70周年を迎えておりましたが、双葉町内で記念式典を開催したいとの思いから今年度挙行いたしました。式典には復興副大臣をはじめ国県町等の関係者約80名のご臨席を賜り、詩人である和合良一様に双葉町のために制作いただいた詩、双葉の丘を朗読していただくなど、厳粛な式の中においても感動のある式典となりました。また式典では功労表彰として6名の方を表彰し、功労賞並びに表彰状と記念品をお送りしました。さらに永年金属表彰として4名の方、感謝状として4名および3団体を表彰し、表彰状と記念品をお送りしました。表彰を贈られた皆様には、これまで地方自治の発展や住民福祉の向上、並びに双葉町民への支援に貢献されましたことに対して、心から感謝の意を申し上げるとともに、双葉町の復旧、復興に向けた諸課題への対応に今後とも一層のお力添えをお願い申し上げた次第です。11月9日から11月25日まで福島県内外11会場において町政懇談会を開催いたしました。新型コロナウイルス感染症の拡大が心配される中、感染予防対策を行い合計11回開催し、約160名の町民の方々にご出席いただきました。今回の町政懇談会ではまず私から挨拶の中で町の復興に関する取り組み状況について報告した後、担当課長から特定復興再生拠点区域の避難指示解除に伴う運用変更等に関する説明を行い、町民の皆さんからご質問やご要望、ご意見等をいただきました。町政懇談会で出されたご意見等は今後の町議会等で内容を報告するとともに町政運営に生かしてまいりたいと考えております。11月13日と14日の2日間、勿来地区文化協会主催による勿来地区
市民文化祭が開催され、総合文化展においては郡山市ビッグアイに引き続き双葉町民作品展覧会が開催され、町立小中学校の児童生徒の書道や絵画など多く作品が出展されました。勿来地区総合芸能祭では双葉町からコーラス双葉、シネハ船団太鼓保存会、 JA スマイル大賞ごと、双葉町民もとい双葉町民謡同好会の4団体の皆さんが出演され、勿来地区の皆さんとの文化交流を図りました。最後に本定例会に提案いたしました案件について申し上げます。まず専決処分の報告が1件となります。提出議案につきましては、条例の制定が1件、条例の一部改正が3件、町道路線の廃止が1件、町道路線の認定が1件、指定管理者の指定が1件、土地の取得が1件、令和4年度補正予算（括弧案）が4件、合わせて12件となりますので、慎重なるご審議をいただき議決賜りますようお願い申し上げて行政報告といたします。これで行政報告を終わります。日程第6報告第21号、専決処分の報告について、専決第21号、越田1号線ほか1路線道路災害復旧工事請負契約の一部変更についてを議題とします。町長伊沢志郎君。町長。報告第21号、専決処分の報告について、専決第21号、越田1号線ほか一路線道路災害復旧工事請負契約の一部変更についてでありますが、これは令和4年6月16日令和4年第2回双葉町議会定例会において議決をいただき、令和4年9月22日専決処分により変更契約締結しました工事請負契約につきまして、請負金額に変更が生じたため、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告するものです。以上で報告第21号を終わります。日程第7、議案第82号から日程第18、議案第93号までを一括上程したいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第82号から議案第93号までを一括上程いたします。議案第82号から議案第93号までの提案理由の説明を求めます。町長伊沢志郎君。町長。議案第82号、双葉町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の制定についてでありますが、
地域再生計画の規定により、地方活力向上地域内において、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受け、当該特別償却設備を新設または増設した事業者に対する事業者に対して課する固定資産税の不均一課税の措置を講ずるため、条例を制定するものです。議案第83号、町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてでありますが、国の人事院勧告ならおよび福島県人事院会勧告に伴い、期末手当を 0.1 月引き上げるために改正するものであります。議案第84号、議会議員の議員報酬、期末手当および費用弁償に関する条例の一部改正についてでありますが、国の人事院勧告および福島県人事院会勧告に伴い、期末手当を 0.1 月引き上げるために改正するものであります。議案第85号、職員の給与に関する条例の一部改正についてでありますが、国の人事院勧告及び福島県人事委員会勧告に伴い、給料月額を若年層に重点を置き引き上げる改正をするものです。さらに、期末手当及び勤勉手当についても、勧告に伴い、年間支給月数をそれぞれ 0.05 月引き上げるために改正するものであります。議案第86号、町道路線の廃止についてでありますが、中野地区復興産業拠点の整備、JR 常磐線に係る歩道橋の撤去準備、前田川復旧工事に伴い、町道路線を整理するため、道路法第10条第1項の規定に基づき廃止するものです。議案第87号、町道路線の認定についてでありますが、中野地区復興産業拠点の整備及び前田川復旧工事に伴い、道路法第8条第1項の規定に基づき、町道路線に認定するものです。議案第88号、指定管理者の指定についてでありますが、これは双葉町産業交流センターの指定管理者を地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、指定することについて、同条第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。議案第89号、土地の取得についてでありますが、中野地区復興産業拠点整備事業用地を取得したいので、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。議案第90号、令和4年度双葉町一般会計補正予算括弧第6号についてでありますが、歳入歳出それぞれ5,148,000円を減額し、歳入歳出予算の総額は234億9,301万7,000円となります。歳入の主なものについて申し上げます。国庫支出金は福島原子力災害避難区域等期間再生加速事業委託金の減などにより8,481万1,000円を減額いたしました。財産収入には土地の売り払い収入により236万4,000円を追加いたしました。繰入れ金は公共下水道事業特別会計繰入れ金や公共施設整備基金繰入れ金の増などにより3,194万6,000円を追加いたしました。次に歳出の主なものについて申し上げます。総務費は心の復興事業補助金の増などにより794万3,000円を追加いたしました。農林水産業費は山田地区伐木除草工事の減により1億円を減額いたしました。教育費は仮設校舎等管理運営費の増などにより438万9,000円を増加いたしました。災害復旧費は公共土木施設災害復旧事業費の増などにより700万円を追加いたしました。諸支出金は公共施設整備基金積立金の増などにより3,131万4,000円を追加いたしました。議案第91号、令和4年度双葉町国民健康保険特別会計補正予算、括弧第2号についてでありますが、歳入歳出それぞれ
404万8000円を追加し、歳入歳出予算の総額は13億6164万7000円となります。歳入は県支出金に保険給付費等交付金310万5000円、繰入れ金に一般会計繰入れ金94万3000円をそれぞれ追加いたしました。歳出は総務費に手数料60万円、保険給付費に高額療養費にかかる負担金として80万円、国民健康保険事業費納付金に介護納付金分の額確定により264万8000円をそれぞれ追加いたしました。議案第92号、令和4年度双葉町公共下水道事業特別会計補正予算括弧第3号についてでありますが、歳入歳出それぞれ6000円を追加し、歳入歳出予算の総額は10億6695万4000円となります。歳入は繰入れ金に一般会計繰入れ金2227万円を減額し、諸収入に雑入として原子力損害賠償金2227万円を追加いたしました。歳出は公共下水道事業費に下水道総務費に総務費1763万9000円、下水道維持費130万円を追加し、予備費を1893万3000円減額いたしました。議案第93号、令和4年度双葉町介護保険特別会計補正予算括弧第3号についてでありますが、歳入歳出それぞれ106万6000円を追加し、歳入歳出予算の総額は11億24万7000円となります。歳入は繰入金に一般会計からの事務費等繰入金33万9000円、諸収入に介護認定審査会運営費負担金可年度分返還金72万7000円をそれぞれ追加いたしました。歳出は総務費に33万9000円、予備費に72万7000円をそれぞれ追加いたしました。以上、提案いたしました議案についてご審議のほどよろしくお願いいたします。提案理由の説明を終わります。ここで暫時休議します。会議に戻します。日程第19、一般質問を行います。通告順位に従って行いたいと思います。通告順位、1番、議席番号5番、菅野博樹君の一般質問を許可いたします。菅野博樹君、5番、菅野博樹君。おはようございます。通告番号1番、議席番号5番、ただいま一般質問の議長からの一般質問の許可が出たので、一般質問を3つほどやらせていただきたいと思います。まず1つ目、双葉町帰還について。町では令和4年8月30日に一部区域での避難指示が解除されました。このことにより双葉町役場機能が双葉町内に戻り、双葉町内も居住できるようになりましたが、現実的に教育施設や医療施設の整備、今後の双葉町の財政など行政としてさまざまな課題を抱えていると思いますが、課題解決に向けた町長のお考えをお伺いいたします。
町長伊沢志郎君。5番菅野博樹議員の質問にお答えいたします。1、双葉町への帰還について、教育施設や医療施設の整備など今後町の財政の課題解決についてのお尋しですが、議員ご指摘のとおり町民の皆さんの居住が開始され、町の復旧復興事業として今後公共施設等の整備や修繕なども必要となりますが、国庫支出金や県支出金を状況に応じて確保すること、さらに町が設置している特定目的基金の積極的かつ柔軟な活用により一般財源の抑制を図ってまいりたいと考えております。今後の財政の課題につきましては、町の自主財源の要である税収の確保が根幹として挙げられます。現在被災者の各種税負担の軽減を図るため町条例により減免措置を継続しているところですが、本年8月30日に特定復興再生拠点区域の避難指示解除を果たしたことから、今後の税収確保にかかる町の考えを整理していく必要があると考えており、並行して今後も継続する復旧復興施策の推進のため、それらにかかる財源措置を国と関係機関に対して粘り強く求め続けていくとともに、特定目的基金等を有効活用し安定的な財政運営を図りたいと考えております。5番菅野博樹君。はい、5番まあ、いろんな交付金やいろんなものでってなりますけど、実際解除前に整備しておかなくちゃならないことっていっぱいあると思うんですよ。例えば9月の一般質問、9月議会中にもちょっと町民の方から連絡があって、子どもがいるけど双葉に戻りたい、だけど戻れない、それは学校施設の問題ですよね。そうなった時に行きたい学校と町で指定する学校が違う、結局学校がないイコールその学校だけの問題じゃないんですよね。その学校も条例的にどうなのかなって、今の現状は条例整備しないでやっちゃってっていうものもいろいろあると思うんですけど、学校施設イコール避難場所っていうのも結構あると思うんですよ。11月22日の新聞で北海道三陸国地震がマグニチュード8を想定した国として12月16日から対策に各市町村と入るってなった時に、まあ、双葉町僕避難場所とか大丈夫なのかなっていうのが一つあるんですよね。この役場も確かにありますよ。だけど30メートル級と言いますと前回の 3.11 の倍ぐらいなのかなって、でその防風林とスーパー堤防ができた時点で前のその前の3月11日の時の半分ね、被害が軽減できるっていう話だったみたいですけど、実際に今中途半端な部分がかなりあって、それが今度30メートル級が、まあ、この地域かどうかは分かんないですけどなった時に、最初に津波って川上がってきますよね。ここまで到達してしまうんじゃないかとか、そういうことも想定した中で、やっぱりそうなればなったで、まあ、後出しですよね、完全にこの新聞のニュースっていうのは。国も対策に入るっていうんであれば、それに向かってやっぱり学校施設とか避難場所、高いとこ、例えば地盤がいいとこ、倒壊しないようなとこっていうのも施策の一つにもうどんどん入れていかなくちゃないと思うんですよね。いろんな第三次復興計画等々を作ってるかもしれないけど、大枠のものはそれでいいのかもしれないですけど、本当に必要なものっていうのを考えなくちゃならないと思うんですよ。医療施設も整備してます。それも実際に言ったら週に1回ではどうなるのかなっていうのが一つ二つ、週に3日ですね、緊急がやっぱり富岡、まあ、あとは南相馬の方にっていう話になった時に、
高齢者になればなるほど帰宅がちょっと難しいのかなと、期間がですね、そういうのをやる中で今度解除したことによって今度固定資産税とかそういうものも発生してきますよね。だからそういうものの細かいこと の、 あの問題をどのようにあの解決していくのかっていう質問なんですよ。ほんで例えば本当に双葉今学校がない何しないって言って町内に解除したのに町内に学校がなくてあのよその地域に学校があるっていうのはこれまたちょっと異例だと思うんですよね。まあここら辺の地域はそうなのかもしれないですけど、他町村では自分の町に戻している傾向があるんですけど、そういう対応も多分教育委員会ではなくて設置者はあの双葉町行政の方なんで、そこら辺も どのように考えてるのかな。だから第三次あの復興計画等々にそういうものが入ってなくて大枠のものしか出あ大枠のものというか双葉町の復興というのがぼんやりして何がをしたいのかがちょっと見えなくなってきてる。さっき言った町長の答弁の中で税収ってありましたよね。税収も例えば本当に今いろんな企業さんが来てくれてますけど、企業が来たからってそれが税収に直轄するものではないと思うんですよ。まあ、あの今回出てる議案の中でも明日にでも質問しようと思ってるんですけど、実際に言ったらやっぱり本社機能をこちらの方に持ってきていただいてちゃんとやっていくところが初めてそれが税収入ってくる入りの部分ですよね。今出す部分しかないのかなと。基金も確かにあります。700億を超える基金ありますけど、その中で本当に使えるお金っていうのはある本当の100億もない50億もないぐらいの多分財政調整基金に当たる部分だと思うんですよ。その他にも一部はあると思うんですけど、期限付きとかあの何年以内に使わなければ返しなさいとか、あのこれにしか使えないよっていう目的基金であるんで、それだけを当てにしてやっちゃうと、あの建物行政っつって今まで建物を建てる、それを管理するためにあの町の予算が一般財源で出さなくちゃならないっていう、あのあんまりいい方向には進まないと思うんですけど、必要なものは確かに必要だと思うんですよ。だけどいらないものはいらないと思うし、あと充実の面で言えば例えば医療施設とか、あの逆にここに国立病院を作っていただけるような話を、逆に言ったら本当に双葉郡の広域圏組合とかそういうところで議論も必要なのかなと。あの診療所ではなかなか対応できないことを国立病院というのを、あの広島長崎は医療に関してはあの医師不足とかそういうのはないんですよね。それは何でかって言ったらやっぱりあの原爆の影響で国がちゃんとお金を支払うよって方向性のものがあってやってるので、まあ皆さんここでここにお暮らしの方々、まあ双葉、私は双葉の議員なので双葉のことを言えば、帰ってきた人にちゃんとした医療を与えてもらいたいっていうものがあるんで、そういう検討も自分たちだけでできないことを、そのために国や県があると思うんですけど、そこら辺のお考えをお聞かせください。あと学校施設ですよね。本当に子どもを持ってる親が戻ってくれる状況じゃないと思うんですよ。そういうちっちゃな声かもしれないですけど、できれば双葉の学校に入れたいっていう意思があった方なんですけど、それが叶わないけど、だから双葉に戻りたいってであればっていう方向性、このまあ教育委員会には今回出してないんで答弁はいただけないんですけど、方向性をいろんな面から行政としても与えることと、本当あと双葉町内に学校がなくていわきにあるってことで、実際条例等々に抵触ないんでしょうか。そこら辺ちょっとお聞きいたします。町長、伊沢志郎君。菅野議員の再質問にお答えいたします。
まず学校施設、避難所、税収、あと医療施設のおただしがメインだと思います。で、学校施設に関しましては、これは前にも一般質問の時に教育長の方からお答えさせていただきました。まあ、これは確かに戻ってこられる人のための施設としてはこれは絶対必要不可欠なものだというふうに我々捉えておりますが、ただこれはまあ、コロンブスの卵と一緒で卵が先か鶏が先かの話になってしまうんですけれども、一番我々この学校施設に関して対応しなくてはならないというのは、施設の規模感というのをどうしてもこのなかなか今の現状では把握できづらい状況だと思っています。いわゆる戻ってこられる方、今の現状では少人数だろうというふうなことは想定できるわけです。そうした場合、将来町の発展復興、さらには人口増加等となったときに規模感を最初に見余って作ってしまうと、また二度手間三度手間になってしまう可能性があるだろうということが一つ考えております。そういった部分でそのタイミングというのは当然そう遠くない時期に教育施設に関しては作っていくような状況になりますが、もうちょっと時間をいただいて今後の推移というのを見させていただきたいというふうに考えております。また避難所としての教育施設の対応ということで、今回の東日本大震災の時には耐震工事をしておりました中学校、北小学校、これが避難所ということで当時対応したわけです。で、今現在、北小学校も中学校も、校舎そのものは残って、耐震工事しておりますから修復可能な状況になっているというふうに考えておりますし、特に中学校に関しては地盤が岩盤で非常に安定的な状況だというふうには町としては把握しています。そういったことで、まず早急に中学校の体育館の補修改修というのをして、町民の皆さんのそういったいろいろな緊急災害、そういうふうな場所としても一時的な場所として対応できるような施設というふうにも考えておりますし、戻ってきた町民の皆さんの健康増進のための施設としても利用可能なような場所にできるんではないかというふうに考えております。いずれにしても避難所もどういうふうな状況、先ほど申し上げたような、30メートルに達するような津波であれば、今回スーパー堤防、さらには防災林やったからといって被害が出ないということはないわけですから、より高台で安定的な地盤にというふうなことは考えていかなくてはならないと思います。これもなるべく早い時期にその判断をさせていただきたいと思います。医療施設、こちらに関しましては、議員ご存知だと思いますけれども、平成23年4月に県立大野病院と厚生病院の統合ということで、本来ですと統合病院で双葉厚生病院もそれなりの診療科目を持って開設する予定になっていましたが、残念ながら3月11日にこういう状況になってしまったので、それが白紙というか今現在対応できない状況になっております。しかしながら戻ってきた町民の皆さんには高齢者の方が多いということも現在考えられますので、医療施設、診療施設というのはこれ絶対必要不可欠だということで、厚生連の協力のもと診療所ということで、来年には開設できるような運びになっております。さらには医師がもう一人協力をいただける話を内定しておりますので、診療3日間というふうな対応になると、それでは充足しているかというと充足はしていないので、今後町として、また双葉地方として早急にやらなくてはならないのは、県立大野病院の早期の再開、これは必要不可欠ですし、県としてもそういう意向を示しております。そういったことで二次医療が完結できるような病院として、県立大野病院の再開というのは早期に進めていくべきだというふうに考えておりますし、そういうふうな協議会も立ち上がっておりますので、
それは県の方にも強く要望していきたいというふうに考えております。あとは財源の問題ですけども、これはやっぱり地方自治体というのはやっぱり税収がベースになっておりますから、議員言われたように産業復興拠点の、ね、誘致した企業、まあ、本社機能が双葉町に来ればこれ一番いいことですけども、残念ながら他の自治体でも誘致している企業で本社機能が来ているというのは、まあ、ほとんど現状ないのが現状であります。まあ、そういった部分で、いかにして税収を上げていくかということでは、ある意味、雇用を創出することにつながっておりますから、そこで働く人たちが、双葉町に住んでいただくということも、ある意味、税収につながっていく一つの手法になるだろうというふうに考えておりますし、今後そういったような税収の上がる取り組みというのは、いろいろと考えていかなくてはなりませんし、まあ、一方では避難指示解除したことにより固定資産税の問題というのは出てきます。これは先行した避難指示解除した自治体の近隣町村の対応を見ながら、町としても、まあ、他の町村と同等には、税収の部分で、まあ、ある意味矛盾するかもしれませんけれども、町民の皆さんの負担の軽減ということは考えていかなくてはならないと考えています。はい、教育施設が、いわき市に、まあ、仮設学校ですけれども、あることに関して、条例に抵触しているかいないかということですけれども、これは条例には抵触しないというふうに考えております。5番、菅野博樹君。はい、ご答弁ありがとうございます。他の地域というか、また僕は安全神話が始まったのかなと思ってます。というのは今の現状だともう事故はないというような話だったんですけど、今現在も放射能はまだ出てると思うんですよね。そういう面で考えれば、まあ、解除してもちゃんとした責任は取っていただきたいというのが実際のところで、国もそれを支持するのは当たり前だと僕は思っているので、まあ、税制面とかそういう面ではちょっとここ引いちゃってどうなのかなっていうのがあります。あと学校施設に関しての条例というのは普通に考えれば自分の地域になくて他のところにあるというのはどうなのかなというのと、あと先ほど答弁いただいた中学校だと大丈夫じゃないのかなという話があったんですけど、それであれば置けば置くほど改修費が増えていくと思うんですよね。1年延ばせば延ばすほどどんどん改修というのはしなくちゃならないところが出てくると思うんですよ。であるものの活用というのを前にも一般質問でしたときあるんですけど、そこでわざわざ建てるんではなくいる生徒を賄えるだけの中学校が大丈夫であればある程度はできるのかなという部分がどうしても来たいという方にはそういう対応も考えなくちゃならないと僕は思っています。まあ、町長の考えをそこら辺お聞きしたいです。近々よりもいつって、まあ学校の転校時期っていうのはやっぱりできれば年度3月4月それか夏休み冬休みを絡めたものだと思うので、そういうようなことを考えれば、まあ、今年度できる部分はもう多分今年は無理だと思うんですよね。今年度はじゃあ来年度やりますよとかなんとかっていうのをやっぱり必要なものに対しては求めてる人がいるんであれば少人数でも解除したんであればそこはやらなくちゃならないのかなと私は思ってます。あと、まあ、北小とかそういうものもありますけど、北小もなんかスタックが建物に入ってなんかっていう事情もあるんで、そういう例えば本当に改修するのか解体するのかっていうのもどんどんやっていかなくちゃならないし、そんで利活用って部分でいろんな面ありますんで、そこら辺町長のお考えをお聞かせください。
町長伊沢志郎君。菅野議員の再々質問にお答えいたします。まず学校再開の件と北小の改修、この2件でよかったのかなというふうに考えますけれども、学校再開に関しましては当然検討を始めていかなくてはならないと思っています。いつ行くかというふうな、年度というふうなお正しでしたけれども、これに関しては今ここで、いつというふうなことはお答えすることはできません。検討を始めるということで、よろしくお願いしたいと思います。また北小の利活用に関しましては今検討していただいている、委員会教委員会がありますので、そこでの考え方がしっかりとまとまってきた時点で判断をしていきたいと、そういうふうに考えております。方向としては北小の場合、耐震補強工事もしておりますし、校舎部分ですね、校舎部分に関しては利用改修可能でないかというふうに捉えています。ただ後ろの部分では断層というほどではないんですけども、壊れている部分はありますから、そちらの活用に関してはちょっと慎重にしていかなくちゃならないなと、後ろというか北側ですね、あそこの方がちょっと損傷が大きいところがありますから、そこの部分はちょっと今継続して検討していかなくてはならないと考えております。5番菅野博樹君。はい、5番。ご答弁ありがとうございます。これはまた3月にでも質問をもう一回出させてもらいたいなと思いますので、あと2つあるので、次の質問、双葉町除染についてに入りたいと思います。双葉町では多くの帰還困難区域がありますが、除染計画の作成など国との協議はどの程度進んでいるのかお伺いいたします。町長伊沢志郎君。双葉町の除染について、帰還困難区域における除染計画の作成など、国との協議についてのお正しですが、本町での帰還困難区域は、今年8月30日の特定復興再生拠点区域全域の避難指示解除により、議員が言及されたとおり、町域の約 85% とその大半を占めております。残る帰還困難区域全域の避難指示解除は、本町での重要な調整課題の一つであります。国においては昨年8月に国の復興推進会議原子力災害対策本部合同会合にて決定された特定復興再生拠点区域外への帰還居住に向けた避難指示解除に関する考え方により、将来的に帰還困難区域のすべてを避難指示解除し、町の復興再生に責任を持って取り組むとの決意は揺らぐものではないと明記されております。その上で残る帰還困難区域については、まず2020年代をかけて帰還意向のある住民が帰還できるよう帰還に必要な箇所を除染し、避難指示解除の取り組みを進めるという方針が示されております。本町においては国と共催で今年5月から6月にかけて住民の皆さんに説明会を行うとともに、8月には国と共同で特定復興再生拠点区域外の帰還居住に向けた帰還意向調査を実施いたしました。これまでのところ11月14日時点で対象世帯410世帯のうち208世帯から返送がありました。その208世帯のうち90世帯から帰還意向ありとの回答をいただいております。引き続き意向調査の回答の受付は行わせていただきます。議員お正しの今後の除染計画の作成など国と協議の進捗程度についてですが、国で決定した特定復興再生拠点区域外への帰還居住に向けた避難指示解除の方針に基づきまして、住民の皆さんからいただいた帰還意向の確認を踏まえて除染を進めていくことになります。国においては除染の手法、範囲について、当庁と十分に協議をしながら検討することとなっており、
今後事前立ち入りの調査が行われると聞いております。現時点では除染計画などは具体的に決まっておりませんが、国の方針によると期間移行調査の結果を踏まえ具体的な除染範囲等の検討が進められていくと承知しています。今後期間のご意向のある住民の皆さんのご自宅を含む必要な箇所につきましては、生活環境の放射線量を着実に低減させ、避難指示解除及び住民の安全安心に万全を期すためにしっかりと除染を行うよう国に求めてまいります。また帰還困難区域の除染は過日の住民説明会の際に令和6年度をめどに開始すると国から説明がありましたが、与党東日本大震災復興加速化本部から本年9月に第11次提言の中で大熊町、双葉町でモデル事例となるよう先行的に除染に着手するよう提言され、政府へ提出されております。町としましては早期の避難指示解除を目指すためにも国に対し本提言を踏まえた対応を求めてまいります。5番菅野博樹君。5番。ご答弁ありがとうございます。ちょっと見方を変えて、これご提案っていう形で あれなんですけど、除染っていうのはかなり国も嫌がってるのか手をつけたくないように私は思います。今この前もちょっとあそこなんですか、東京の原子力立地の町村議会のあれに東京に行ってきました。その時にカーボンニュートラルという説明のお話を聞いたんですけど、その内容に関しては出す方法をやめよう、だから原発をやろうっていうように僕は聞こえたんですね。だけど実際に言うとカーボンニュートラル、または前はカーボンニュートラルの前は二酸化炭素ね、地球温暖化問題の問題がいろいろあって、いろんな事例とかもちょっと調べさせてもらいました。森林がすごく大事で、ここの地域の森林が例えば林野庁、県には森林台帳っていうのがあるみたいなんです、あるんですね。これがそれで樹木森林とかそういうのも 4,50 年経つと実を言うと二酸化炭素を吸収しなくなる、酸素を出さなくなるっていうようなデータも出てるらしいんです。だからこそやっぱり切って植え替えしてっていうのがすごく大事なことらしいんですよね。水もきれいにしてくれてなんとかっていうのもいろいろ考えたときに、カーボンニュートラルと同時並行の除染っていうのを国にご提案したらどうなのかな。先進地域として県も国も入っていただいて、我々の町村町職員ではなかなかできない部分だと思うんですよ。この双葉町のね 85% のところに森林を作るっていうわけじゃなくて、ちゃんと木の植え替えをしてちゃんと樹木を育てるっていうことは、これもう何十年単位の話になってくると思うんですよね。で最低でも結果が出るのは10年とか15年20年かかると思うんですよね。最短でも5年ぐらいはかかるのかなと思いますけど、国との協議の中でこのカーボンニュートラル事業と除染事業を一緒にしていただくっていうのはどうなのかなって。今多分切ったとしても、木を切ったとしても汚染土の問題でなかなかこれ販売できるようなものではないっていうのはあるんですけど、今名名さんでもやってるなんですか、チップにしたりなんかして燃料にできるものもあるわけじゃないですか。せっかく中間貯蔵の施設もあるんで、そういうようなカーボンニュートラルと除染を一緒に合体したようなことをやれば、国県から直轄事業でしかも技術者を出してもらってできるような方向になるのかななんても思ってるんですよね。それに加えて地球温暖化にも協力している。
もっとあれなのはやっぱり山から水が流れてくるわけですから、汚染もなくなるわけですよね。で、山がちゃんとしてれば植物プランクトンとかそういうもので回遊魚、海まで全部つながるわけですよね。そういう面でこのプロジェクトとしてはすごく大きな話にはなると思うんですけど、そのことによってまた双葉町も栄える、そんで自然環境にも優しくなるような、あの逆に国にご提案しながら先進地としてやっていけば、除染もましてや地球温暖化、まあ本当パリ協定とかあのいろいろやってますけど、結果が実際にはあまり出てないのが、日本本当にやってるのかなっていうのが、一部ではもう他の国の分をお金で買おうとかなんとかっていう話まで出てきてるんで、そういうちゃんとした取り組みの中に、あの東町双葉町、ここまでもあの原子力発電所の事故によりいろんなことがあった中で一番最初に協力できる地域だと私は思うんですけど、まあ、町長のお考えを、そうすればその何て言うんですか、あの住民の方もね、その帰還困難区域の住民の方も計画的に何年後ぐらいにはじゃあ除染終わるよとか、そういうのも具体的なものが出てくるのかなって私は思うんですけど、町長そこら辺どうでしょう。除染って言ってもなかなかやってもらえないんであれば、あの今の世の中に沿ったそのカーボンニュートラル2050、日本で今やってるのは原子力発電所を動かして二酸化炭素とか温室効果ガスを出さないようにしましょう、減らしましょうってやってるけど、作る方、二酸化炭素を作る方を先進的にやってる地域が僕はないと思うんですけど、そこら辺町長どういうふうにお考えかお伺いいたします。町長伊沢志郎君。菅野議員の再質問にお答えいたします。まあ、あの2050年の、まあ、カーボンニュートラル、カーボンゼロということで、まあ、簡単に考えると、要はあの地球上で二酸化炭素を排出しなければこれ達成できるということなんですよね。で、今現在じゃあ日本はどうかというと、まあ、原子力発電所は、まあ、全てとは言いませんけどほぼ停止していて、いわゆる化石燃料を使った発電所ということで CO2 の排出は抑制されないと、まあ、これが現状だと思っています。で、まあ、先ほど全国原子力所在庁協議会の話だと思うんですけども、いわゆるカーボンニュートラル、あの原子力発電所というのは CO2 を排出しないからということの、まあ、意味も多少あるのかなというふうに聞いていました。まあ、原子力発電所の再稼働に関しては我々は、答える立場にないというふうに考えておりますので、まずあの CO2 をどうやって抑制していくかということが将来のあの我々の取り組み、まさにあの双葉町は原子力の災害でこういう状況になっておりますから、まあ原子力を頼らないでカーボンニュートラルを達成できるような町としての取り組み、まあその一つとして今森林行政、今日本の森林行政というのはご存知の通り針葉樹林が大多数です。まあ、杉とか松とか、まあ、いろいろな木材はほとんど針葉樹林です。で、じゃあなんで針葉樹林が良くないのかというと、簡単に言うと、CO2 を吸収して酸素を再生するという機能がないということなんですよね。で、世界の中で、酸素を供給している、まあ、生産しているという言い方しても間違いではないと思いますけど、その大半がアマゾンだって言われてます。まあ、残念ながらアマゾンもどんどん開発されて、広葉樹林がなくなっていることによって、CO2 の排出抑制が進まないのと温暖化に行っているというのも一つの考え方として、言われているはずです。で、そういったことを考えると、まあ、今議員言われた森林行政の部分で今山の除染というのは際除染で20メートルというルールでそれ以上はできないと、そうとすると完璧な除染というのはこれ不可能な状況になるだろうというふうに、まあ、考えられます。まあ、それでその針葉樹林を伐採することによって、まあ、木の植え替え、広葉樹林を植林することによって、CO2 を抑制し、さらには酸素を供給できるようなものになるっていう、まあ、お考え方がベースになるんだろうというふうに思います。これはあの双葉町でも当然やっていかなくてはならないことだと思いますが、これもう日本国内でやっていくような事業に転換していかないと
これ CO2 の問題というのは日本だけではなくて全世界でそういう考えが起きなければ難しいというふうに考えています。当然こういう時ですから、まあ、モデル地区としてこの被災地がそういうものから運動を始めるというのは、まあ、非常にいい考えだと思います。これは国の方にも、まあ、我々として国がどこまで対応してくれるかは、まあ、今後の協議の仕方だと思いますが、まあ、これは交渉する価値はあるなというふうに考えています。で一方で海に関しても紅葉樹林をちゃんと植林することによって水の浄化というのを進むというふうに言われています。ですから、まあ、例えば宮城県とか岩手県などでは、取る漁業から作る漁業ということで山に植林をして水を浄化するという取り組みが行われているというふうに聞いております。まあ、残念ながら福島県ではそういうことを行っているところは、まあ、私は聞いたことはありませんけれども、そういうふうなことの取り組みというのは将来を含めてこれ全体的にやっていかなくちゃならないことなんだろうというふうに思います。まあ、いずれにしてもこれ二酸化炭素の抑制をすることによって温暖化を防いでいくというのはこれ今大体もう当たり前の考えになってますから、そういうふうなことも今後双葉町でもしそういうふうなことが国としてね理解をして双葉町モデルとしてやっていただけるようなことができれば、一つの原発被災地として復興の何ですかね取り組みとしては非常にスポットを浴びるんじゃないかというふうに考えておりますから、まあ機会がありましたら国の方に今議員からお話のあったようなことをまあできるできないかということからまずちょっと話をさせていただきたいというふうに思います。5番菅野博樹君。ご答弁ありがとうございます。まあ、将来の双葉町を考えたときに住民を考えたときに、まあ、できるかできないかっていうよりも話し合いを始めるとかスタートするっていうのが僕は大事だと思っています。で逆に言えば本当に自然環境を守るっていうのは町おこしの一つだと思うんですよ。自然環境を守ればこの地域に次の世代その次の世代と住んでいけるような場所を作るのも僕は町おこしの一つだと思っています。で最後にちょっと先付け加えなくちゃならないなと思うのが逆に言うと除染の予算あるじゃないですか。その除染の予算と要は予算が2つ出るわけじゃないですか。それを合わせてやることによって除染とその何ですかカーボンニュートラルとか森林とかそういうものに対して の取り組みが2倍になるのかなって、まあ、簡単に言うと2倍にはならないとは思いますけど予算が出る方向性になるのかなと私は考えています。で例えば林野庁と環境省、まあ、あれですけどこう一緒にね技術者を出してもらってやってもらうことによって我々のような小さい行政 にするとそういう問題っていうのはすごく大きいけどできない問題だと思うんですよ。できない問題であればやっぱり先に手を挙げてやることによって技術者を全部出してもらって職員まあ本当双葉町の職員はね今災害業務といろんな業務が通常業務といろいろいっぱいあると思うんで手が回らないと思うんでそれを国県に任せてできるような体制ができるといいなと私は思ってます。まあ、それは町長今ご答弁いただいたようにできるできないは別としてもぜひとも、ね、国に要望していただけるとありがたいなと思います。それでじゃあ3番目の補償賠償についてに入りたいと思います。令和4年11月10日に文部科学省から福島第一原子力発電所事故に伴う国の賠償基準中間指針を見直す方向が示されましたが被害実態に合った賠償基準ではないように思います。原子力損害賠償紛争審査会委員の方々が審議しているこの内容は双葉町民の今後の生活再建や人生に大きく関わる問題であり双葉町として意見する場が必要だと思いますが町長のお考えをお伺いいたします。町長伊沢志郎君。3、補償賠償について、原子力損害賠償紛争審査会の審議で、
町として移転する場が必要とのお尋しですが、議員お尋しのいわゆる中間指針についてですが、平成23年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故による原子力損害賠償にあたっては、原子力損害賠償紛争審査会が原子力損害の賠償に関する法律に基づきまして、この原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針及び追放を策定し、被害者の生活や事業の再建の速やかな再建に大きな役割を果たしてきました。他方、この事故による原子力災害について提起されていた集団訴訟のうち、7つの集団訴訟に関して、本年3月に最高裁判所決定により、東京電力の損害賠償額に係る部分の高等裁判所判決が確定しました。これら確定した7つの判決において、認定された精神的損害に対する慰謝料の考え方や金額が中間指針の目安と異なることや、判決間でも相違が認められております。そのため、本年4月に開催された第56回原子力損害賠償審査会において、中間指針の見直しも含めた対応の要否について検討を行うにあたり、法律の学識権者を専門委員に任命し、各判決における中間指針等の内容についての評価、中間指針等には示されていない類型化が可能かなどについて必要に応じて、原子力損害賠償紛争解決センター、いわゆる ADR センターにおける事例の情報提供も受け、詳細に調査、分析を行い、今年11月10日に専門委員より同審査会へその最終報告が提出されました。この最終報告における論点について、本庁においては、過酷避難状況による精神的損害、故郷喪失、変容による精神的損害、そして精神的損害の増額事由の3点を特に注視していく必要があると考えております。1つ目は、過酷避難状況による精神的損害については、放射線に関する情報が不足する中で、被爆の不安と今後の展開に関する見通しも示されない不安を抱きつつ、気のみ気のままのまま取るものも取り合えずの過酷な状況の中で避難を強いられたことによる精神的損害は、中間指針ではこれを考慮しているとは言い難いとして、新たに類型化して慰謝料算定の考え方を新たに示すこととし、その損害は避難生活に伴う日常阻害慰謝料とも時間的にも内容的にも重なり合う部分を有すると考えられることから、加算要素とすることが適切であると考えられると示されております。2つ目の故郷喪失変容による精神的損害についてですが、具体的な慰謝料額の算定にあたって、各判決との比較で適正な金額を算定するため、各判決の許容額から日常生活阻害慰謝料等の金額を控除した残額を参考とすることが考えられると示されております。3つ目に、精神的損害の増額事由については、 ADR センターでの総括基準で定められていた増額事由のうち、要介護状態にあること、身体または精神の障害があること、これらのものの介護を恒常的に行ったこと、解任中であることおよび乳幼児の世話を恒常的に行ったことについては、避難生活が通常の避難者と比べてその精神的苦痛が大きくなることが一般的であり、該当するか否かの認定あるいは程度の判定が比較的容易であることから、中間指針において類型化することは東京電力への直接請求手続きにおいて広く適用されることが期待されるので、被害者に対して迅速にかつ手続きの負担が少ない形で賠償が行われることを第一に、中間指針での類型化にあたり目安額を設定するのが望ましいと示されております。いずれも今後、原子力損害賠償紛争審査会において第5次追放の策定の中で議論がなされると聞いております。議員より中間指針の見直しのベースとなる最終報告書の内容が
被害実態にあった賠償基準ではないとのご指摘をいただきました。中間指針の役割は、多数の被害者を迅速、公平かつ適正に救済すること、多数の被害者に共通する一定の損害額を示すことなどで、被害者の迅速な救済を促進して、紛争の深刻化や長期化を防いできたものでもあります。今回の最終報告書は、中間指針に示されていない類型化が可能な損害項目や賠償額の算定方法等について考え方を示したものです。今後、原子力損害賠償紛争審査会において、この最終報告書を踏まえて、中間指針の見直しを含めた対応の要否について、議論を進めていくことになります。被害者の被害の内容や程度などは、個々の避難の状況や避難生活の対応でそれぞれ異なりますので、中間指針はすべての被害実態に合った賠償基準は示すことはできません。そもそも中間指針で類型化されたものだけが賠償すべき損害ではありません。中間指針の位置づけとして、中間指針で対象とされていなかったものが直ちに賠償の対象とならないというものではなく、個別具体的な事情に応じて相当因果関係のある損害と認められることがあり得るとされています。被害の救済という点では、東京電力は3つの誓いとして、最後の一人まで賠償を貫徹、迅速かつきめ細やかな賠償の徹底、和解仲介案の尊重を掲げ、最後の一人が新しい生活を迎えることができるまで、被害者に寄り添い、賠償を貫徹すると宣言していることから、町民の皆さんの損害は漏れなく賠償を貫徹していただくのは当然でありますし、東京電力が被害者からの賠償請求を真摯に受け止め、被害者の心情に配慮した誠実な対応をするべきと考えております。また、原子力損害賠償紛争審査会での本庁として意見する場が必要ではないかというご指摘がありました。今年8月に原子力損害賠償紛争審査会の現地視察の際、中間指針の見直しも含めた対応の要否の検討や、中間指針等に基づく賠償の実施状況を確認するため、被害者と直接意見交換が行われました。この意見交換には、同審査会の委員のほかにも、専門委員も出席されておりましたので、今後の中間指針の見直しの議論の中でも、考慮されるものと考えております。町としましても、引き続き原子力損害賠償紛争審査会の現地視察での被害自治体との意見交換の場で意見を述べさせていただきます。まずは今回の専門委員からの最終報告書が、原子力損害賠償紛争審査会での議論の中で、損害がどのように類型化され、賠償額が算定されるのかなど、どのように中間指針の見直しとして反映されるのか注視してまいりたいと考えております。5番、菅野博樹君。ご答弁ありがとうございます。町長、調整懇談会みたいに、その委員の方々、ちょっと町民の話を聞いていただきたいなっていうのが、僕、一つの要望なんですよ。人それぞれ違くて、この代表で多分そういうふうになった人たちの状況とは多分違うのと、中間指針自体が最低の基準を決めるための集まりだと思ってます。でこれいろんな委員の方々をちょっと調べさせていただきました。ほとんど弁護士です。で、最低基準っていうことは、最低基準を決まらない、最終指針が出ない限り、その積み上げのはできないっていうことですよね。これ万が一この最低基準が決まりました、これだけで終わりですって言ったら、多分ここの日本っていう国が賠償に関してはおかしくなってしまうのかなと。国民としての権利権限がなくなるのかなっていうのがちょっと僕は不安なところだと思います。みんなが同じ、年収もみんな同じ、生まれてから亡くなるまで同じなんて人はなかなかいないわけですよね。将来ある人も、将来が、まあ、こんなこと言うとあまり
ない方とか、まあ、本当にそういう人が同じってことはないのに、賠償に関してはこれ全部同じになってるわけですよね。で、今言った過酷避難ってもうこれ完全に過酷避難ですよね。これは増額とかなんとか精神的なものとかそういうものに対してはみんなかなりあったと思うんですよ。介護していくからとかなんとかっていうか、まあ、子育てしてる人たちも、まあ、いじめ問題とかいろんな問題があった中で、もうちょっと 町自体も行政としても入っていただきたいんですけど、あのぜひともね、この方々たちすごく無駄にいっぱいいらっしゃるんですよ。この方々たちがその責任を持って日本 の賠償という責任の中であの責任が取れる方々なんだろうなって私は思うんです。こんだけいれば弁護士の方々たち、その発言がどういうふうになるかっていうのをこの方々がぜひとも双葉町民との話を聞いていただきたい。質問にもあなたたちの基準とかそういうものもやっぱり聞くべきだと私は思ってます。まあ、そういう要望としていただければありがたいなと思います。で、再質問としましては時間がもうないので、大体ねこの結果が大体どのくらいに出るのかなっていうのが、まあ多分今現時点では分かんないと思いますが、その結果等をあの問い合わせてもらって、あのどのくらいの額になってどのくらいのあれっていうのをきちっとあの期間を決めて、もう11年過ぎてるんで、もう12年になりますよね、もうちょっとで。その中でもう本当に高齢者の方とか収入がない方、物価が上がって要は年金等々がもう本当に何つうんですか、物価とね、あ、物価が上がれば年金が下がればこの差がすごく出てくるじゃないですか。で、今までだったら本当に自分家の庭に畑があったり田んぼあったりっていうのでお金が使わない部分は結構あったんですけど、それも全部この避難、過酷な避難生活でね、使わなくちゃならないようになるので、すごく本当に将来の先行きを不安に思っている方々が非常にいらっしゃいますので、困っている方々を救うためにもぜひともそういう期間等もね、あのいついつぐらいになるのかというのもちゃんと聞きたいなと。その後本当にそれが終われば最終指針が出れば最低基準なんで、その後の次のステップに進む方もいっぱいいらっしゃると思うんですよ。賠償自体が本当に今漁業農業とかそういうのは出てるんですけど、商工業に関してはもう絶対払わないっていうような体制も出してるんで、もともと双葉にあった商工業者が立ち直れないところがかなり多くなってきてます。ってことはこれ町の存続にも関わることなんで、ぜひともそういう訴えもしてほしいのと、あの多分会長一人ね、内田会長一人が話を聞くんじゃなくて、その委員一人一人がねちゃんとした自覚を持ってやってもらうためにも本当に被害者の方々の話を聞くべきだと私は思うんですよ。特に高齢者の方々は本当に今苦しんでます。子育て世代の方も苦しんでます。苦しんでない人がいないぐらいにもう大半が苦しんでるんで、そういう対応を町長にお願いしたいなと。できれば機関等と、まあ、進行具合とかも行政に来てる部分とかもご答弁してもらえばありがたいなと思います。まあ、これで時間もあれなんで、ご提言いただき私の一般質問を終わりたいと思います。町長伊沢志郎君。菅野議員の再質問にお答えいたします。まず現場維新の対応、これにつきましては前町長時代から双葉町は、まあ、被害者一人一人の被害実態に合った賠償ということは強く訴えてきましたし、まず何より毎回現場維新の会長ほか委員が来られたときに訴えてきたのは、被害者代表の人を現場維新の中に入れて、いろいろな協議をしていただきたいということは毎回これ要望してきました。まあ、残念ながらそういうことは、まあ、一回として実現しなかったというのは現実です。で、この現場維新のいわゆる指針の見直しの議論ですが、これは今年3月に、まあ、被害者が代表原告団になって損害賠償請求の裁判を、まあ、7つありまして、まあ、ほとんど被害者の方たちが勝訴したという形になっています。それを受けて、3月25日、町では議会と連名で東京電力の復興本社を呼びまして、
被害実態にあったこの賠償の裁判結果を水平展開するようにという申し入れをしております。でそれはどういう形になったかというと、双葉郡町村会、福島県、さらには国を動かして指針の見直しという大きな流れになったというふうに確信しています。その部分では、町議会の素早い対応というのは、私は、いいタイミングで行動アクションを起こしたのかなというふうに自負しています。それは、今後その結果につながっていくだろうというふうに期待しておりますし、中間指針の見直しということに対しては、大きな一石を投じたんではないかというふうに思っています。問題は現場維新の人たちが現地視察ということで来られるんですよね。で毎回我々は毎年来てこの現場を見るようにということで現場維新の皆さんにお願いをします。ですが毎年は来ないんですね、現実で。前年度の現場維新の内田会長以下委員の皆さんが来たときに、その当時佐々木議長と一緒だったんですけども、被害者に出す損害賠償額が多すぎるっていう話が現場維新の委員の中で出たっていう話を我々の前で平気で話をするんですよね。これに関しては私と当時の佐々木議長は、相当激高して、反論させていただいた経過があります。でまず皆さんが見て被害者の声を聞くっていうことが一番大切じゃないかということをその時も話しましたし、で現場維新の委員の先生皆さんが集まってその協議をしていただきたいというような話もさせていただきました。しかしながらその場でぶら下がりで、当時の内田会長だと思い、今もそうですけど内田会長だったと思いますけども、中間指針の見直しは考えていないということをやってしまうんですよね。これは非常に我々憤慨しましたし、本当に被災者に寄り添って対応するべき審査会なのかということは私はずっと疑問に感じてました。それが今回の裁判結果で大きく方向転換をしたというのが、裁判の結果を見なければできないのかというのは非常に残念なことなんだなというふうに思っています。本来は原子力損害賠償紛争審査会そのものがそういうふうな考え方を持って対応するべき組織でありながら、その対応がなされてなかったと、これは事実であります。我々被害自治体の人間が口角泡を飛ばして強く話をしても、残念ながら聞く耳持たぬというふうな対応だったような感じがします。それが、この一つの動きで大きく変わってきた、それが被害をされた住民の皆さんにしっかりと皆さんが納得できるような、対応が国として最終判断をするべきだというふうに思ってますし、それができなければ、何のために被害に遭った人たち、さらにはこの町に戻りたい思いを抱きつつも亡くなられた方たちのことに応えることにはならないだろうと、そういうふうに思っておりますし、まず今回の中間指針の見直しに関してはしっかりと対応していただくこと、そういうふうなことが我々としては望ましいですし、そのためには今後も我々も現場維新だけではなくて国担当の省庁にも要望活動はしていかなくてはならないというふうに考えておりますし、町としてはその取り組みは何ら緩むことなくやっていきたいというふうに考えております。この判断というのはどうしても我々は、なるべく早くというふうな要望というのは常にさせてもらってますけども、残念ながら今回の見直しに関しての議論もいわゆる2011年からこれずっと始まって今11年8ヶ月経ってます。それでこんな状況ですので、しっかりと検討していただかなくてはならないということと、早急にというのはちょっと矛盾するかもしれませんけども、これ変な判断をされたんでは意味がないことになりますから、しっかりと被害者被災者に寄り添った対応をしてもらうためには
中でしっかりと議論をするというのは大切だというふうに思っています。もう期間に関しましてはこれはちょっと我々としては判断できるような状況ではないと思っています。はい、まあ、それは当然今まで待たしたんですから被害者の皆さんに安心していただけるように、まあ、なるべく早い対応ということは当然申し入れていきます。ここで暫時休憩します。会議に戻します。通告順位2番議席番号1番、山根達弘君の一般質問を許可いたします。山根達弘君、1番山根達弘君。通告順位2番、議席番号1番、議長より一般質問の許可を得ましたので、通告に従い一般質問を行います。1、町の福祉サービス提供の検討状況について、令和4年第1回議会定例会の一般質問において同様の質問をさせていただいた際に、町内居住ニーズを確認した上で福祉サービスの提供を検討されていく旨ご答弁いただきましたが、町内の役場機能移転後に本件に関する調査を実施したか、また調査を実施した場合それに基づく計画の検討が進んでいるのかお伺いいたします。町長伊沢志郎君。1番山根達弘議員の質問にお答えいたします。1、町の福祉サービス提供の検討状況について、町の福祉サービス提供についてのお正しですが、町内に居住される方の要介護度や生活状況などは介護保険制度の住宅改修申請状況の確認や地域包括支援センターとの連携等を行い、事前にニーズの把握に取り組んでおります。介護サービスが必要な方については可能な範囲で周辺自治体の事業所と協議するなど、地域密着型サービスなどを利用できるよう取り組みを進めております。町内に期間居住している町民の方は双葉町で暮らすことに価値を感じている方が多く、双葉町でいつまでも元気に暮らしていただくためには今後は町民の皆さんの基調にあたり、高齢者宅の訪問による見守りや相談により福祉サービスの需要を調査していくとともに、町社会福祉協議会への委託事業である一般介護予防事業として双葉町内で社協サロンを12月14日から月1回の予定で実施するなど、生活支援体制の構築、介護予防事業に計画的に取り組んでまいります。1番山根達弘君。はい、少し再質問させていただきます。今、12月14日から、月1回程度 のサロン再開も見越されていたりだとか、ニーズの調査、改修の状況であったり、そういった具体的なサービス申請の状況からニーズを把握しているというのをご答弁いただいたかなと思います。一方で、生活を、そういった大きなサービスを利用するまで至らずとも、多少こう小さなサービスで、福祉的なサービスがあれば、町内居住をしたいというようなニーズもあるというふうにも伺っているところもあったりですね、このサービス、段階を経て最後にもう本当施設を作るとなるとものすごい大きな
専門性のあるサービスを作っていかなくてはいけないと思うんですけど、やっぱ段階を踏んで徐々に機能を回復していくというのがすごく大事になってくるのかなと思うんですが、そのような小さな事業からできることからやっていけるものに何があるのかというところと、それをやっていくために体制を作っていくというところも大きな課題があると思うので、担い手の確保だったりそういったものをどのぐらいのスケジュール感でどういうふうに検討していく予定でいるかというのを、もし計画、今計画をしていきますという回答もいただいたので、どのような検討を進めているかというのをお聞きしたいのが1点というところと、一方でそういった専門サービス の, 関係団体を、町内に拠点を戻すというところに、大きな課題もあるんだろうなとは思っていて、そのあたり、組織のいて、ニーズがないというところは、大きな課題もあるのかなと思うんですが、それ以外にも、いろんな課題がある中で、こういった体制を整えていくためにどんなことが課題として感じていらっしゃるかという、この2点ちょっとご質問、再質問させていただきます。町長伊沢志郎君。山根議員の再質問にお答えいたします。まず段階的な、小さなことからということですが、これは一番はやっぱり議員の質問の中にありました、帰還した住民の皆さんのニーズというのをいかにこう我々が把握できるかということだと思います。特に高齢者の皆さんがここに戻って生活する上で何が必要なのかというのもしっかりと把握できる状況でなければ、戻ってきてもらった人たちに、ご不便をかけるような状況になりますから、また町の直接的なあれではないですけど、社会福祉協議会に関しても、町に戻るタイミングでという話は前々から実はしてたんですけども、まずやっぱりニーズの問題でどうしてもここに、今の状況でということになると難しいというのも現状です。 ですから今その対応などに関しましては原町から、社協の事務所が原町の方にもありますから、そちらから対応してもらうような形になっていると思いますが、そういったようなものも含めて、どうしてもその段階的にやらざるを得ないなというふうに感じています。一気に本来ですと戻ってやってもらうのが一番、いいんでしょうけども、これだけ町民の皆さんが県内外に避難をされている状況だと、これ一つに集約するというのはなかなか難しいことになってくると思っています。詳しい今の具体的な取り組みにつきましては健康福祉課長に説明をさせます。健康福祉課長高橋秀樹君。はい、山根議員の再質問に説明をさせていただきます。まずできることからというお正しですが、現在今町長の方からも答弁ありましたように、社会福祉協議会の方で見守り活動の方もしております。それから町の保健所の方も高齢者とこを巡回しまして、どういうサービスが必要であるとか、どういうことでお困りなのか、そういうことについてお互いに情報共有をしまして、関係機関の総合福祉事務所ですとか関係機関と連絡を密にしながら需要ニーズの掘り起こしを現在行っております。説明は以上でございます。1番山根達弘君。再々質問させていただきます。やはり課題としてやっぱり広域分散しているという部分であったりだとか、ニーズ、ここをどう捉えるかだと思うんですけど、量の問題なのか、それともやっぱり一件でもあれば対応していくのかというのは、これはすごく体制づくりのポリシーというふうにもなるので、ここは関係団体の皆さん の状況もあるのかなとは思うんですが、一方でやはり少しでもそういったニーズがあれば対応していくというのはすごく重要なことではないかなというふうには私自身はちょっと考えているところでもありました。ただやっぱりそういった大きな課題がある中で、やっぱ専門組織を
なんでしょう、一体的に戻していくっていうのはかなり難しい状況もあるんだろうなと思っていて、で一つこれちょっと事例を紹介させていただきたくてですね、これが、こういう事例ちょっとご存知かどうかっていうところと、こういうのを検討できるかどうかっていうところを一つ再質問させていただきたいんですが、一つはですね、小規模多機能自治という発想が、今全国的に広がっております。特に進んでいるのが島根県雲南市で、これ全国的に広がりを見せている制度です。どういうものかというと、もともと合併が前提にされているものなんですけど、合併によって広域化されたことによって、地域のそれぞれ のニーズというかが、行政から遠くなるという感覚がやはり住民の皆さん、市民の皆さんにあるという中で、この、定義でいくと、小規模、おおむね学校区域内、さまざまな機能を持った、分野横断的に統合して、住民自治を住民参画協働した仕組みで、自治を行うというような、そんなような制度になっているんですけど、双町の場合、合併による広域化ではないので、ちょっとこれとはずれるとは思うんですが、住民の力も借りながら、あとは専門組織がいきなり戻ってくるのが難しいのであれば、住民の横断的な組織をうまく活用しながら、福祉サービス、移動支援であったりだとか見守り支援であったりとか、そういったのも作っていくっていう可能性が、あるのではないかなと思っています。で、例えばこういった小規模多機能自治の、事例でいくと、こういった住民主体の、横断的な組織でも本当にいろんなあらゆる教育から福祉から、本当伝統芸能まで、多機能を持つ住民の組織を一本化して作って、そこで仕事として、例えば事例ですと水道局の検診をこの自治組織で受託をして一緒に見守りをするといったような、住民の行政ではやっぱ捉えきれない、行政だけでは捉えきれない自治のところを住民の力を借りて実施していくというような仕組みもあって、こういったものを先の前回 の議会の時でも質問させていただいたと思うんですけど、広域の自治会、今避難先で自治会とか自主的に運営されている方と、こういったのを連携しながら、より横断的にもう避難先も含めた形の、こういった小規模多機能自治という仕組みを作っていって、そこに予算を当てていくというような、そんなようなことも仕組みとしてもうすでに事例があるので考えられるんじゃないかなというふうに思っております。雲南市の場合は、雲南市のまちづくり基本条例の中に議会とともにこのコンセプトを共有して、条例化して、運用しているところがあってですね、このあたりぜひ、こういうことも検討できるのではないかと、それは福祉に限らずなんですが、そういった小さな事業、例えば移動支援だったりだとか、そういったものは住民に仕事として切り出していくということもであったりとか、例えば専門組織に所属しているんだけど副業でこういった自治の組織に入って、資格がある方が、サービス提供するといった、やっぱ住民の皆さんで、すごくモチベーション高い方をどうにかこう街づくりに参加してもらえるような、そんなような仕組み、これが少しヒントになるのではないかなというふうに私自身はちょっと思っているところでした。ぜひなんかこの小規模多機能というこの制度を、ご存知かどうかというところを再質問させていただきつつ、こういったものが検討可能かどうか、検討していただけるかどうかというところを2点お聞きしたいなと思います。町長伊沢志郎君。山根議員の再々質問にお答えいたします。小規模多機能のお話ですが、それ自体は私はちょっと把握はしておりませんでしたけど、考え方として理解もできますし、今後検討する価値があるなというふうに今お話を聞いて思いました。で、一方今この避難指示解除した自治体が何が困っているかというと、やはり広域連携の部分をもっと強化していくしかないのかなというふうに私個人として考えています。例えば広域圏組合で、消防であったり、いろいろな部分で、広域連携できる部分はやっています。しかし、戻ってきた各自治体困っているというのはやっぱり介護であったり福祉であったり、この部分というのは、おそらく避難指示解除した自治体どこも、ご苦労されているのかな。特に、遅れて避難指示解除したところというのはこれが一番、
対応できてない状況になってんじゃないかなというふうな感じをしています。ですので、これはできるかどうかということよりもまず、ちょっと相談をしたいと思ってます。両隣の、浪江町であったり大熊町であったり、お互いおそらく共有する問題というのは、かなり、共通の部分というのはあるんだろうというふうに思っています。そういった部分で、お互い山頂で、山頂ということに限りませんけれども、両隣ということで、そういったところとお互いに助け合うというか、それができるような仕組み作り組織作りって今後ね検討していく段階かなというふうに感じています。特に介護関係の特別養護老人ホームとかそういったものってもう一丁で抱えるっていうのは今のこの基幹条項を考えたときにちょっと厳しいなっていうふうに私個人としては捉えています。でしたら各連携できる自治体で共同運営管理っていうこともできる方向性がないのかなというふうな今後ね議論をしていきたいと思っています。今いずれにしても今のお話は我々も少し勉強させていただいて、どこができるかできないか、また、合併の話も出ましたけれども、これ の, メリットデメリットもね十分検討してやっていかなくてはならないというふうに考えています。1番山根達弘君。はい、質問の2番いかせていただきます。公共施設の活用方針について、二町復興まちづくり、第3次において、公共施設町有地の有効活用機能向上プロジェクトという内容が盛り込まれていますが、具体的に活用検討が進んでいる施設や町有地があるのか、またある場合にはどのような方針を検討しているかお伺いいたします。町長伊沢志郎君。公共施設の活用方針について、公共施設町有地の活用検討や活用方針についてのお正しですが、令和4年6月に策定した双葉町復興まちづくり計画括弧第3次は、これまでの復興まちづくり計画で掲げた双葉町の復興まちづくりの方針を踏襲しながら、避難指示解除以降の具体的なまちづくりの方向性を示した計画であります。計画策定にあたっては、復興町民委員会の皆様、有識者、そして町民、事業者、双葉町に関心のある方々による未来検討会などのご意見も頂戴し、策定いたしました。ご質問の公共施設、町有地の有効活用、機能向上プロジェクトは、既存の公共施設や町有地を活用し、帰還される町民や新しくお住まいの方が安心できるサービスの充実、生活環境の改善、新たな働く環境整備、コミュニティ形成や交流機会の創出につながる活用を目指したいと考えております。検討体制としましては、役場の各課長を中心とした双葉町復興まちづくり計画推進会議内に中堅、若手職員を中心とした幹事会を設置し、将来を見据えた公共施設の活用可能性や双葉駅周辺の段階的なにぎわい創出について検討を始めております。現在、検討の中心は、双葉町コミュニティセンターの活用可能性についてです。検討を始めた段階ではありますが、駅前の立地を生かし、人が滞留する空間となれるよう、多目的に利用できる機能など、将来的な人の流れを含めて議論しております。また、他の公共施設、学校施設、図書館、町民グラウンドなどについても今後検討の幅を深めてまいります。引き続き公共施設及び町有地の利活用検討を進めるとともに、施設機能だけにとどまらず将来的な回遊性も考慮したにぎわい創出を目指してまいります。1番山根達弘君。はい、
こちらも再質問させていただきます。計画、復興計画に位置づけられているところではあるものの、具体的にはまだこれからというのがご答弁 のところだったかなと思います。そこでちょっとまずは1点、公共用地というのは本当に町民の皆さんがずっと使われてきて馴染みの深い、特に学校とかもそうだと思うんですけど、やはりすごく親しみの深い公共施設と建物と言いつつも親しみの深いものではないのかなというふうに思っています。ぜひなんかその活用の検討の中に、町民の方の声というかどういうふうに使いたいかというところをなんかこう盛り込める部分、ぜひ盛り込んでいただきつつ、なんかその場の作り込みというんですかね、利活用の場作りみたいなところをぜひなんか挑戦いただけないかなというのが一点でした。でその上で、ちょっと私の理解ですと、学校であったりだとか、そういう施設、かなり震災前に目的基金で整備されていて、柔軟な改修が果たしてできるのかというところは少し気になるところもあったんですけど、このあたり町民の意見を、うまく柔軟に反映できるような施設改修が、仕組みとして、可能なのかどうかというところをちょっと2点目 のちょっと質問としてさせていただきたいなというところでした。で、あと本当にですね、実はちょっと最初の第1回目 の質問1個目とも関わるんです、ちょっと関連しちゃうんですけど、こういった小規模多機能みたいなところをハード側にもしっかり持たせていくっていうのは重要じゃないかなというふうに思っています。専門性の高い建物を建ててしまうと、やっぱり10年後にそのニーズがなくなって使えなくなってしまったとか、いろんな発想ありえると思うので、こう経年、時間の経過で、そういった施設が形が変えられるような改修ができるのかとか、あとはそのいろんな組織がそこに入居したり活用したりすることで、柔軟な街の変化が大きいというのは必ず前提としてあると思うので、その変化に対応してこの公共施設を柔軟に運用していくという発想もあるのではないかなと思っていて、そういった発想が持てるのかどうかというところで、このちょっと3点ご回答いただけたらなと思います。町長、伊沢志郎君。山根議員の再質問にお答えいたします。まずいろいろな施設とか利活用に関して、町民の声を聞くべきだというふうな、お正しだと思います。これは当然町民の声は聞かなくてはなりませんし、町民ニーズというのは我々把握していかなくてはならないというのはもうこれは必要だというふうに思っています。しかし一番問題なのはどの町民を対象にっていうのがちょっと難しい問題になってくるのかなと。っていうのは今戻って住む方、将来戻ろうとする方、まだしばらく戻れない方、戻ろうと思ってない方、どの人たちも町民なんです。でその聞く部分っていうのが非常に戻らないから意見を聞く必要はないということではないとは思っています。しかし戻った町民の人たちがそのどういうニーズを持っているかというのも重要だと。でその辺 の聞く層、聞くレベル、その人たちって非常に重要じゃないかなと思っているんですよ。で今現在40数名の方が戻っているということで、これ意外と年齢層は高い年齢になっています。役場職員も半分ぐらい戻って、半分というか20名ぐらい戻ってますけども、そういった部分でこのどういうふうな聞き取りをするべきなのかというのは、この辺が非常に難しいなというふうに実は感じてるんですよ。で、議員の皆さんから町民の声を聞くようにというご指摘はいろいろ言われます。これは当然聞くべきだって我々も思ってますし、やらなくてはならないと。でも果たしてどのレベルの聞き方というか、どの世相、どの世代、どういう立場の人たちの声を聞くのがいいのかなというのは、私自身本当はちょっと難しいなというふうに思っています。やっぱり戻る人たち、戻った人たちが良かったと思ってもらえるような施設というのはやっぱり最優先されるべきなんじゃないかなというふうに考えますし、かといっていつかは戻りたいと思っている人たちの意見も聞かなくてはならないだろうと。そうするとそのバランスの取り方ね、そこが難しくなってくるなというふうに感じています。そういったことで
まあ、まずどういうふうな立場の人たちの意見を聞くべきかというのは今後検討課題になるかなと思います。まあ、学校施設、教育施設、または行政のいろいろな施設に関しての、まあ、補修改修で、まあ、利活用、これは当然今検討していただいておりますし、元のものに利用するのか、それともまた別な目的で利用するのか、そういうふうな検討もしていただいております。当然使えるべきものは使うというのはもう我々も箱物行政で苦しんだ経過がありますから、これは前の失敗、まあ、失敗というわけではないですけれども、前のその同じ鉄を踏まないという考えは持っています。そういう部分で、ただどういうふうな利活用というのを、これもまたね、多様なニーズに応えられるような施設というのはなかなか難しいですし、今期待されている施設でも議員さっきおっしゃったように10年経ったら全然そのニーズがなかったっていうふうな状況になることも考えられますよね。そうしたときに今必要で10年後必要でなくなるかもしれないと、これ読めないです誰も。ですから、まあ、そこの部分はそういうふうなものを対応したとしても、次それがニーズがなくなったとしてもさらにそれを活用できるような、まあ、作り込みっていうか、そういうふうなものをということに考えていくしかないのかなと、まあ、いずれにしても、まあ、いろいろな皆さんのニーズというのは多様性がありますから、それに対応できるように、まあ、いろいろな立場で検討はしていただいております。1番山根達弘君。はい、はい、ありがとうございます。まあ、なんでしょう、行政の皆さんのお立場だと、やっぱこう目的、まあ、しっかりヒアリングの計画もしてというところもあるんだろうなというふうには思うんですが、まあ、私自身はもう少しこう柔軟にというか、まあ、本当になんかお茶会の延長みたいなお話の聞き方も、まあ、一ついいのではないかなと思っていて、まあ、そこにどんな多様性があるかを理解するっていう場がまずはあって、でその中で出てきた意見の中でなんかすごくエッセンスが多分出てくると思うので、まあ、その中でこういう活用の仕方がいいんじゃないかっていうような、まあ、取りまとめるというような、まあ、そんな発想も一つ大事なんじゃないかなと思って今お話を聞いていました。まあ、もちろ ん、 なんかそこがカオスになってしまうというか、まあ、そういう状況もありえるかもしれないんですが、まあ、でもやはり思いがある方、こういった町に帰還をしてもらうといったりとか、町に関わってもらうというところが、まあ、すごく今後の双葉町には重要だと思うので、なんかそういった場を町としてやはり作っているというのが、まあ、少しなんかこう住民感情という言い方もあれなんですけど、やっぱりこうしっかり寄り添ってもらっているような、まあ、そんなような一つの、まあ、きっかけにもなるんじゃないかなと思っていて、まあ、私自身も場が持つ力というか、まあ、やっぱり集まって話すというのが実は次の展開だったり人の気持ちを動かしたりするという部分もあると思っているので、ぜひなんかそういった少しこう緩い会みたいなのもぜひなんか検討していただけるとすごく嬉しいなというふうに思ったところでした。であとはまあこう施設上の改修の問題かもしれないんですが、パートでというかエリア、まあ、いろんな施設があると思うので、なんかうまく階で分けるのかとか建物別で分けるのかとか、まあ、すごくなんかうまくこう柔軟性を持たせられるのかなとも思っていて、まあ、そのあたり、まあ、ちょっとさっき、目的基金で回収されてたりもすると思うので、なんかそういった回収がちょっとできるのかどうかみたいなところの、なんか町民の意見をかな数多く受け止めようと思うと、そこのあたり の、 事前の整備も検討しておかなくちゃいけないのかなと思うので、まあ、そのあたりちょっともう一回お聞きできればなと思町長伊沢志郎君。山根議員の再々質問にお答えいたします。いろいろな施設の補修改修に関しては、基金を使って、対応することは可能です。まあ、そこの部分で、しっかりと、ね、目的がどういうものなのか、まあ、将来のいろいろなニーズの多様性に対応できるようなものとして柔軟に対応していきたいと思います。
1番山根達弘君。はい、ありがとうございます。では3番の質問に行きたいと思います。役場組織運営コストについて、本年9月5日より双葉町内において役場業務が再開されましたが、町内で居住可能な場所も少なく、個人の事情も様々あることから遠方から通勤する職員も多数いる状況かと思います。それにより例えば通勤にかかる自家用車の維持経費や、2拠点居住における費用など、現制度上では個人負担になっているものもあると伺っており、またこれらのコスト増は将来的にも続くと考えられ、組織維持における大きな課題となると考えられます。町としてこのような状況をどのように捉えているか、また解決策についてどのように取り組まれているか、町長のお考えをお伺いいたします。町長伊沢志郎君。3、役場組織運営コストについて、組織維持のためのコスト増加の課題への取り組みについてのお質しですが、本年9月5日に11年5ヶ月を経て、町内で役場を再開することができました。あまりにも長期間にわたる役場機能の移転などにより、職員の生活拠点も個々の自由により、さまざまな場所へ居住されております。そのため、現在遠方より自家用車や、公共交通機関により通勤されている職員の現状を把握をしております。また、町内に居住できる賃貸住宅が少ないことも承知しておりますが、それでも賃貸住宅を改修しているところもあり、民間資本による住環境の整備も徐々に進んでいくものと期待しております。現行条例及び規則に基づき、業務効果を最大限発揮しながら、職務を遂行していけるよう、また行政組織として連携が円滑に回るよう、今後も各課及び課内の職員会の職員間の連携強化を図り、組織維持を図ってまいります。これからの双葉町のまちづくりのためには職員の力は欠かせないため、組織維持を持続するためにも職員一人一人が職務に専念できるよう諸事情も考慮しつつ、職員自らが住みたい町を共に考え、実現に向けた住環境、生活環境の整備に取り組んでまいりたいと考えております。1番山根達弘君。はい、ちょっとここで再質問させていただきます。役場が再開して9月5日で、ほぼ3ヶ月4ヶ月ですかね、はい、どの状況かなというところなんですが、この期間の間、どのぐらいはコストが増加しているかというところ、計算できているのかというところ、交通費に関してですね、というところと、またそれがなんかこういつまで続くてしまうのかって、なんかそういう想定をされているのか、それに対して、例えば住居確保した方がその辺が職員の方がしっかり前を向いてというか専念できるという、誤解ともあったと思うんですが、そういった状況を、作り出した方がいいのか、それとも現在のまま通勤をベースにした方がいいのか、そのあたり、どういうふうな発想を今持ってらっしゃるかというところを一点ちょっとお聞きしたいのと、あとは今職員の皆様、職員の方たちもの住みたい町というのもこう考えていく必要があるというご答弁いただいたと思うんですけど、まさに私自身もそういうふうに思っていてですね、皆さんの環境が整うことが、確実に町民の方の環境が整うということにもつながっていくんだろうなと思っていて、これちょっと賛否はあるかもしれないんですが、町の職員の方たちに向けてこう少し投資を、町の施策を作っていくということも一つ考えられる要素なのかなと思っていて、このあたりちょっとどう考えていらっしゃるか、ぜひちょっとお伺いしたいと思います。町長伊沢志郎君。山根議員の再質問にお答えいたします。まず今の
まあ、通勤や、賃貸のアパートに住んでいる人、まあ、公共交通機関を使って、通勤している方、車での通勤している方、そのコストの面に関しては後ほど総務課長に説明させます。で、職員が、まあ、住みたいようなというふうお話ありました。これは常々私はこの、まあ、駅西の、ね、住宅エリアはそういうふうに職員の人たちに話してます。まず自分たちが戻るということも考えなくちゃならないし、自分たちが戻ったらどういう町だったら戻りたいんですか、どういう町だったら住むんですか、まず自分たちが住みたい町でなかったら町民の皆さんも戻って住むということは考えられませんよという話はこれ前から話してます。で、そういうふうな現状であるということ、さらには職員も残念ながら11年5ヶ月職員でありながら被災者であった人間も多いです、まあ、そういった中で、居住の環境が、まあ、全国に点々バラバラ、まあ、いろいろ点在してしまっているというのも、これは町にとって非常にデメリットになっていると。で、そういう人たちにじゃあどうしたらいいのかというのは、やっぱり私前から言っている、まあ、日域居住というのもこれ当然国に認めてもらわなくてはならない。で、住宅をもうそれぞれの避難先で再建してしまうと、また双葉町に戻って作るということは、まあ、ある意味経済的には倍の負担がかかるわけですよね。で、そういったもののコストの軽減化というのもこれ考えていかなくてはなりませんし、ただ町としてどこまでね、まあ、職員だけではなくて住民の皆さんに支援できるか、これ非常に難しい問題だと思ってます。どこまでやったらいいのかって言ったら限りなくどこまでもになってしまうし、じゃあこんなもんでいいのかっていうのであれば物足りないっていうふうな話もおそらく起きるでしょう。そうした時にだから誰もが納得できるようなっていうのはなかなか難しいですけども、当然、この状況で町に戻ってこられる町民の皆さんは間違いなく多かれ少なかれリスクは背負ってきているわけですから、そういったものに関しても何かいい方法がなければっていうふうに考えてはいきたいと思います。あと、職員の住環境生活環境のための投資っていう、まあ、お話です。これ当初は実はこちらに戻ってくるときに、まあ、ある企業の独身寮をお借りしてメンテをして職員用の、まあ、寮ということの構想も実は持ってたんです。ところが試算してそれが進めるようにするとかなりの改修費用かかってしまうと、では意味がないでしょうとっていうことで、ちょっとこれはなかなか踏み込めなかったという計画もあります。まあ、職員の今住んでいる、まあ、民間アパートですけども、町として職員の家賃の補助、まあ、あとは通勤とかそういったものに関しても当然手当というのは出てますから、ただ全てにおいて全部面倒見るということはこれ行政の取り組みとしてはできません。ルールに基づいて規則にのっとったものしか できませんので、まあ、それはどこの町でも一緒ですから、まあ、そういうふうな対応はしております。当然職員が一番ね通常業務災害業務で大変な仕事量をしている、まあ、疲弊もしているというのも分かっていますから、その部分もなんとか、ね、ケアできるような方法というのも今後はしっかりと考えていかなくてはならないということと、まあ、私個人としても、まあ、先生ですから私も病気で療養させていただいたんで、職員にはもう体調の変化自分の不調を感じたらすぐもう医療施設に行くようにという話はさせてもらっています。これはもう体の健康というのは第一ですから、そういうふうなことも含めて、職員には、朝礼とかそういう場で断るごとに話をさせてもらっています。後ほど総務課長の方からコストの部分で説明させます。はい、総務課長大浦富夫君。はい、山根議員の再質問にご説明いたします。通勤等にかかるコストの増ということでありますが、9月の補正の時に計上させていただきました、
通勤手当、まあ、それ以外の移転にかかる費用ということで約700万円ほど、計上させていただいております。まあ、その後実際にはですね、町内とかあの近隣町村に住居を移したという経過もありますので、実際には金額的にはあの若干下がっている傾向はあります。でこれがやっぱりいつまで続くのかというようなところでもありますが、やはりあの職員の、家庭の諸事情などもあの関係してきます。でさらにはあのその生活関連施設の整備ですね、そちらの状況など、まあ、学校の関係もあるかと思います。まあ、そういったところを、まあ、見据えた上でですね、まあ、職員に対しましては、まあ、毎年あの職員アンケートみたいなのも実施しておりますので、そういったところで意見を出していただいて、こちらの方でも、様々に検討をしてまいりたいと思っております。以上です。1番山根達弘君。はい、あのご答弁ありがとうございました。本当に条例規則がある中で、まあ、やっぱ民間とは違う、やっぱなかなか経営の難しさあるんだろうなというのは重々承知してはいるところではありました。まあ、一方でなんかやっぱり時間、まあ、あのお金の部分だけではなくて、やっぱり今おっしゃっていただいた健康であったりだとか、まあ、時間の部分であったり、まあ、諸事情、まあ、いろいろあってどうしても近くに居住を移すことが難しいといった、まあ、そういった個別事情は少なからず絶対多くの方はお持ちの状況の中で、まあ、でも一方で町の再生を進めていくというような、まあ、そういった人の力というのはすごく重要だろうというふうに思っております。例えばですけど、こう時間の部分で聞くと、まあ、以前はなんかテレワークであったり、まあ、いわきの出張所に出勤できるような、まあ、あとはフレックスみたいな形でこう値もずらすとか、まあ、そういったような形で、運用でカバーするみたいなところも、まあ、条例規則にはめながら運用でカバーするみたいなことも、まあ、多分すごく細かくなってしまうので、まあ、課長皆様の、運用上の難しさはあるとは思うんですけど、そういったところもなんか仕組みとして検討できるんじゃないかなと思いますが、そのあたりをちょっと最後もう一度お聞きできたらなと思います。町長伊沢志郎君。山根議員の再々質問にお答えいたします。まあ、テレワーク、フレックス、まあ、そういったものに関しては、町として、対応してますし、今後も、そういうふうな場に当たったときには対応していきたいと思います。1番山根達弘君。はい、ありがとうございます。では次の質問いきます。4、まちづくりの担い手となる人材の育成確保について、双町再生においては定住人口を増やしていくことが不可欠で、まあ、それには魅力的なまちづくりとそのまちづくりの過程に参加したいと思っているような思ってもらえるような仕掛けが必要であり、まあ、それらの仕掛けを生み出すことのできる人材の育成や確保が重要になると思います。まあ、そのようなまちづくり人材の育成確保を行える制度として、まあ、総務省に地域おこし協力隊および地域プロジェクトマネージャーという交付金制度があると思いますが、これらの制度活用についての方針や検討を進めていることがあるかお伺いいたします。町長伊沢志郎君。4、まちづくりの担い手となる人材育成確保について、復興まちづくりを支える人材の育成確保についてのお尋ねですが、現在当庁においては復興支援員制度を活用し、まちづくり会社である双葉プロジェクトにおいて双葉町来訪者に対する案内や地域活動、またワン福島においては双葉の輪をはじめとした情報発信事業やコミュニティ支援事業などに取り組んでいるところです。議員のご指摘のとおり、復興まちづくりを本格的にスタートする当庁にとって町民の方々が長期の避難生活を余儀なくされていることもあり、まちづくりに積極的に参加してくださる人材の育成確保は欠かせないものと考えています。地域おこし協力隊や
地域プロジェクトマネージャーは近隣自治体でも活用されており、復興に関わるまちづくりで活躍されていると聞いております。当庁は特定復興再生拠点の避難指示解除がなされたばかりであり、地域おこし協力隊等の活用に際しては、地域おこし協力隊等の方々が活躍できる地域協力活動の場があることや、活用の要件となっている住民票移動に必要となる住宅の確保などが必要になってくると考えています。復興まちづくりの発展と合わせて、地域おこし協力隊等の活用は欠かせないものですので、他自治体の成功事例も参考にしながら、活用できるよう取り組んでいきたいと考えております。1番、山根達弘君。はい、ありがとうございます。まあ、活用の検討を進められていくという今ご答弁をいただいたのと、まあ、一つは復興支援制度の活用というところで今お話を上がっていて、まあ、私自身もこの制度で双葉町に参画したというような経緯もあったので、そのあたりのちょっと観点を踏まえてなんですが、復興支援制度、まあ、復興支援であったり地域おこし協力隊というのは、まあ、すごくプレイヤー要素がやはり強くて、まあ、こう仕事を淡々とこなしていくというか、そういった決まったことに対して動いていくというような存在かなというふうに思っています。一方で重要なのがやはりどこに向かっていくかというゴール設定かなというふうに思っていてですね、このあたり復興計画の具体化というところとのセットなんだとは思うんですけど、どちらかというと地域プロジェクトマネージャーのようなこうちょっとコンサルティングであったり企画であったり復興計画を読み解いてどう具体化していくかというような、そういう、こう企画人材というのがすごく重要なんだろうなと思っていて、総務省の資料の中ではこの地域プロジェクトマネージャーというのはブリッジ人材というふうに定義がされています。まあ、つまりセクターを超えていろんな地域に関係している、まあ、それこそ商工系の部署だったり福祉の部署だったり教育の部署だったり、まあ、あらゆる人たちをしっかりつなぎながら地域復興を進めていくというような、まあ、地域再生を活性化をしていくというような、まあ、そんなような位置づけで、まあ、総務省としては定義しているかなというふうに思います。順序として多分こういう人材が先に入ってきて、で地域おこし協力隊をしっかりこうマネジメントしていくというような、まあ、そんな仕組み作りが多分重要なんだろうなというふうに考えていてです、いるところではありました。でその中で、こういったプロジェクトマネージャーに担ってくれるような人材として、まあ、結構双葉町にゆかりがあって、都市部に行かれていて、でそこで地域創生をしているような人材という方も多々いるというふうに私は認識しておりまして、なんかそういう方たちと連携して、まあ、こういった制度を設計していくというのがすごくいいのではないかなと思っているんですが、まあ、そのあたりちょっと可能性も含めてちょっとこのあたりの制度の理解というところも含めて、まあ、どのようにお考え具体的に持っていらっしゃるかもう一度ちょっとお伺いできればなと思います。町長伊沢志郎君。はい、山根議員の再質問にお答えいたします。まあ、今議員お正しの件、これはできることはやっていきたいというふうに考えます。で我々としては議会の方でも確か視察研修で行かれたと思いますけれども、宮城県の女川町、まさに復興のトップランナーなんて言われてた町なんですけれども、まあ、私も何度か職員派遣もしていただいている関係でお邪魔をしていろいろな復興の取り組みは見させてもらっています。で非常に民間活用のうまい取り組みされてるんですよね。まあ、NPO を使ったりとか、あと町づくりに関しても取り組みをしていると。で商工会に至っては、今までやっていた高齢の人たちはみんなリタイアしてもう40代の人間に任せるっていうふうな思い切った判断をされて町の復興ということで取り組みはされていると、まあ、そういった部分で我々も十分見習うべきものがあるだろうというふうに考えておりますし、今議員お正しの点も含めて先行事例として非常にいい結果を出しているところを我々参考にしてやっていきたいと思っています。1番山根達弘君。はい、
ありがとうございます。今、女川のお話もされていたと思いますが、私も女川のお話、この前先日ちょっとお伺いしたりもして、四輪っていう発想でやられてましたという話もお伺いしました。町執行部、議会、市民、あとは商工、経済というような、そういった形で、四輪駆動で町づくりをしていくんだみたいな話を聞いたこともあります。であとはなんか町づくり こう人の流入を外から引っ張ってくるために、駅前に、すみません、お名前が失礼しちゃったんですけど、そういった地域外から人を受け入れるような NPO を所在させて、うまくそこがブリッジになるような形で地域に資源を分配していくような、そんなような仕組みを作られているというのも伺っていて、女川のモデルも一つ事例になるんだろうと思うんですけど、そういったこうなんかどういう循環を作っていくかっていう、双葉町なりのなんかそういった具体化っていうのが、ゴールですねっていうのがやはり見えてこないと、このあたりの人材活用というところも向かないと思うので、そのあたりこうどう進めて、こういう議論をどう進めていったら、そういったある程度なんか双葉町にこうの町づくりのこうソフト面の仕組みがこう完成に向かっていくという感触を持ってらっしゃるか、なんかどういうふうに進めていこうと考えていらっしゃるか、視察っていうのも一つ手だと思うんですけど、そこからどうこう町民を巻き込んで議論するだとか、なんかこう具体的にどういうふうにこうプロセス踏んでいったらそういう雰囲気になっていくかっていうのを、なんかこうお考えをお持ちであればぜひお聞きしたいなと思います。町長伊沢志郎君。山根議員の再々質問にお答えいたします。町の将来像、これに関しましては、今回8月30日に避難指示解除して、住民帰還が始まりました。でいつも考えているのは、まず私はじめ職員がここに戻って町民の皆さんをお迎えするというスタイルが、まず第一段階で、戻ってきた町民の皆さんがこの駅西に今作っている災害公営住宅だったり再生賃貸住宅、戻ってよかったなと思われるような住環境、自然と一体化した、歩行者に優しいエリア、自分が住みたいというイメージの街をまず作らなければ、人にも喜んでもらえないだろうというのが一番自分の考えとしてはあります。そういった部分でこの駅の西がちょっと整備遅れている部分もありますけども、これが完成すると住んでいる皆さんには喜んでいただける施設になるんじゃないかというふうに感じています。一つは景観も作り、災害に強いということもあり、電柱地中化、無電柱化ですね、これは、ひょんなことで話をしたらたまたま、国の予算が対応できるということで、これは予算取れたという結果ですけども、そういったことの経過も作り込む、人が住みやすい環境というのを一つ、それと町政懇談会ずっとやってきまして、言った人はかなりいたんですけども、残念ながらその言われた方まだ戻ってこられてないんですけどね、町長我々戻るのに働く場所なかったら戻れないよと、仕事がいわゆる収入がなかったら生活できないでしょうと、これ当たり前の話です、もっともの話です。ですので我々は浜野地区の皆さんに協力していただいて復興産業拠点ということで企業誘致を力入れました。で今現在20件24社企業が入って13社が創業しています。そういった部分である程度の雇用は確保されたんですけども、残念ながら双葉町民の方がその企業に就職されたっていう話は残念ながら私の耳に入ってないんですよ。町外の人たちがほとんどなんですよね。で双葉町民のためにこれ雇用創出ということで企業誘致したんですけど、残念ながらそこがもうちょっと残念な部分になっているなということで、もっともっと町民の皆さんに周知をして、戻るっていう気持ちのある方には働いていただけるような、町としての誘導というのも必要だろうとやっていきたいというふうに思っています。そういった部分で、当然その戻ってきた町民の人たちが雇用の場ができたことによって働いて双葉に住んでもらう、で企業で来た人たち、その人たちも住んでもらうと、で元々の町民と新たに移住をされる住民の人たちがその駅西の住宅のエリアで一緒にこの復興について、一緒に連携をして取り組んでいっていただきたいと、
我々だけの考えではやっぱり旧態依然のものになってしまう危険性もありますし、新たな住民の人たちが入ることによって斬新なアイデア、これ我々が考えつかないようなアイデアも出てくる可能性もあるでしょうし、発想というのは、まあ、言葉は悪いんですけど、年取っていけば年取っていくだけちょっと貧困になっていくんで、若い人たちのそういう発想というのはこれ我々は取り入れていきたいと、まあ、それを申し訳ないけど利用させていただきたいと、そういうふうに思ってますんで、そういった部分が今後この町の復興に、明るい未来につながっていくんじゃないかなというふうに期待しています。まあ、あらあらの話で申し訳ありませんけども、駅東に関しては私、まあ、できるできないも含めてなんですけど、やっぱり道路整備をしっかりしておかないと、こういう時だからこそ、道路の拡張も含め、整備をしっかりこれ取り組んで新たな街づくりということで取り組めたらいいんじゃないかなというふうに考えています。旧のあの国道ではどうしても道路幅とか安全性も含めて、ちょっと難しいのかなと。ですから、まあ、新山高野草線ですけども、ある程度の部分拡幅っていうのは必要になってこないのかな、必要じゃないのかなっていうふうに、これはまあ自分の構想ですけども、まあいろいろこれ協議してね、皆さんとも話し合って、いやその方がいいよとか、いやこれはこのままに残した方がいいよっていうことであればまた別ですけども、そういうふうなことも将来を踏まえて10年先20年先を踏まえたまちづくりということでやっていきたいなというふうに考えています。1番山根達弘君。はい、それでは私の一般質問を終えます。ありがとうございました。これで一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。ご苦労様でした。